いや、気持ちいい朝ですね。朝散歩します。麻痺が残っててね、まぁ、ちょっと専門的なこと言うと、足首の外返しっていうのがちょっとできないんですよね。で、蹴れないから階段一個飛ばしができないんですよ。あとジャンプすると、ちょっとね、親指側の筋力と小指側の筋力でバランス悪いから、つま先上げられないからね、ちょっとくじきそうになっちゃうんですよね。まあちょっとね、それを覚えておいて、まあどんだけ回復するか。なんか手術進められたんですよ、昨日。総合病院のね、会長先生に。で、2、3日経ったら電話しろって言われて、まあ回復しなかったら手術ですね。さて、今日も休みなんですよ。昨日、今日と休み。今日はこんな晴れたから、ちょっと出かけてこよう。まず、蔵王を取ります。アジサイもうちょっとだな。おはようございます。こちらの本紹介します。ですね、ヤムチャさん、史上最強の哲学入門で、こっちが先ですね。こっちが西洋哲学、こっちは東洋哲学ですね。で、哲学の入門書にバキっていう、そのアニメのね、その格闘アニメの要素を盛り込んで紹介し、哲学者を紹介する本ですね。そのバキの、なんだ、そのバキっていう漫画読んだことないんですけど、その世界一を決めるね、大会が東京ドームで行われて、その選手をね、一人一人紹介するっていうようなところがあるらしいんですけど、その要素をね、盛り込んで、まあその格闘技はそのまあなんて、一番強い人を決めるじゃないですか。で、哲学もその哲学のさらにそのね、こうなんて言うんだろうな、塗り替えるような、新しい哲学がどんどんこう登場してっていうことで、そういう意味では最強をね、決めるところでやっぱり似てるんでしょうね。なので、その要素をね、取り込んで面白く書いてます。で、今日はですね、こちらの東洋哲学で、親鸞出てくるんですけどね、親鸞、こちらは安富さんの本ですけどね、前からまあ何回も読んでるんですけど、なかなかその頭に入ってこないんですよ。で、なんでかっていうと、そこまでその切実じゃないっていうのかな。で、今私ヘルニアが悪化して1ヶ月間もう超苦しんで、今も麻痺が残ってて、まあ、本当に手術しようかどうしようかっていうところなんですね。で、まあこの動画を、私のね、チャンネルを長く見てくださってる方は、まあちょこちょこその出してるので、まあご存知の方もいると思うんですが、私は柔道整復師、それからハリキュー、あんま指圧マッサージ師、まあケアマネとか、あと訪問マッサージとか、
まあ、介護とか、まあ、そういうものに治療っていうのかなに携わってるんですね。で、普段はその手術以外のまあことでね、その少しでも痛みを取っていただくっていう仕事をしてるんで、まあ私も手術以外でね、なんて言うんだろうな、楽になって、まあ日頃ね、自分がその信じてる理論とか話してることとかね、自分でやっぱり実践しないと、言ってるからにはね、行動で示せないとって思ってるんですよ。で、それ西洋哲学ってその理屈が分かれば分かったっていうことになるんですけど、東洋哲学って結局その実践的に、まあなんて言うんだろうな、行動で示せないと分かったっていうことにならないんですね。だから行動で今回示したいなって思ってるんです。まあその手術以外でヘルニアを治せれば、まあ日頃のね、理論と実践がまあ伴うかなっていうふうに考えてます。で、やっぱり辛い時にね、念仏なんですよ、南無阿弥陀仏親鸞ね。で、やっぱり辛い時にこういう仏教とか、まあ東洋哲学とかやっぱり入ってきますね、心に染みるっていうか。で、前置き長くなりましたけど、今日はね、その親鸞のお寺に、親鸞ゆかりのね、浄土真宗ですかね、のお寺にちょっとリハビリがてら自転車で行ってきたいと思います。はい、オープニングちょっと長くなりましたけど、今日もスタートです。はい、改めましておはようございます。いつものこれは八木山動物公園に来ました。ここを今日もスタートとしたいと思います。今日はね、親鸞、他力の親鸞ですね、浄土真宗だったと思うんですけど、お寺にちょっと行ってみたいと思います。ヘルニアの調子ね、様子見ながら、もう手術なしでやるって決めたので、まあ 100% じゃないけど、ちょっとね、なるべく自力で治したいと思います。自力で、他力の親鸞のとこに行くのに自力なんてね、まあそんな感じです。はい、県の美術館の前に来ました。1ヶ月間ね、ヘルニアで死んでたんで、ようやくなんか5月、まあもう今6月1日ですけど、その新緑っていうのかな、味わえた気がしますね。1ヶ月間本当にどこにも出られなかったですからね。ゴールデンウィークぶりぐらいですね。やっぱ気持ちいいな。はい、紫平町っていうのかな、あれ、これは半紫町なんかね、紫平町っていうところですね。国見小学校か、ここ北山の手前なんですけど、北山ってお寺が多いんですね。初めてこの通り通ってきました。国見小学校、この通りはなんか向こう側から来たことあるな、東北福祉大学。ここは前にも来たな、福祉大学。向こう側が門なのか、ちょっと門の前に行ってみます。
士大学来ました。ここは浄土宗かな、またちょっと違うところですね。浄土宗とか浄土真宗とかいろいろありますよね。ありました、少年寺っていうんだっけ、親鸞聖人ですね。ちょっと行ってみよう。今年全然見ることができなかったツツジ見られてます。よかった。こっちは浄土宗ですね。へえ。北山の羽黒神社見つけたんでちょっと行ってこよう。ここにもありましたね、庚申さんの庚申。すごい、こっちが羽黒で、こっちが月山と湯殿さんだ。へえ。臨済宗だそうです。至福寺。なんかいろいろあるな、お寺。臨済宗が何なのかもよくわからんけどね。こちらはこういうお寺か。へえ、すごい大きな神社あるな、青葉神社。ちょっとここは大きそうだから行ってみよう。青葉神社と青葉祭り、なんか関係あるのかな。ミシュランのワールドツアー、まあいいですね。ここまでまあ数回乗ってみたけど、通勤とかにはいいな。まあただちょっとヘルニアにはもうちょっと柔らかくていいから太いのを入れたいね。空気圧少なめにしてんだけどね。青葉神社初めて来ました。行ってみます。おお、すげえ、あの鏡、初めて来た。20年仙台に住んでて初めて来ました。すげえ、これへえ、青葉神社なんていうところがあるんですね。和って書いてますね。四徳からお参りさせてもらいます。
はい、宮城県知事公館ですね。旧仙台城門なんですね。国際センターに来てますね。まだね、11時なんですよ。で、帰るのちょっともったいないから、もうちょっとフラフラします。はい、さてさて、戻ってきました、広瀬川。宮沢橋ですね。向こうに、広瀬橋。よし。今日のリハビリライド、これで終わります。2年前にヘルニア手術して、で、だんだんと、そのピークにね、そのスピードだとか体力だとか、まあタイムだとか、近づけようとしちゃったのが2年前の誤りだったのかな。まあその、年甲斐もなくっていうかね、その、がむしゃらに、自転車競技じゃないけど、まあそういうね、レースに出もしないのに、レースみたいにこう頑張っちゃってね、まあ一生懸命トレーニングしたりしてね、で腰を壊したわけですよ。まあもともとヘルニア30年患ってるんですけど、まあそれでね再発させちゃったっていうのが2年前。で手術しました。で2年後、またさらに手術前よりひどい症状が出ちゃって、で要は手術した後にゆるポタの方にね振ればよかったんですけど、またちょっとね復活しようなんてしちゃったから、まあそもそもの間違いですね。でこれからはね、まあもうこれに懲りてちょっとゆるポタの方に振ろうと思ってます。まあ46歳、そういうね分岐点なのかもしれないですよね。まあ今度はそういうね、まあ40代になって自転車始めてがむしゃらにしたらその腰を壊して、それでまあそういうねスピードを求めるその20代の頃のような走り、20代だったらできるけどね、そういうのはもうさすがに40になってできなくて、ゆるポタにね振っていくっていうその試行錯誤のね46歳40代を、ご覧いただければなと思ってます。そんなチャンネル作りになればなと思ってます。これからはねそのゆるポタ、それから整備の方にちょっと振ってね、でそういう自転車の楽しみ方をその模索するチャンネルになっていけばなって思ってます。はい、じゃあこれから帰ったらホイールの整備挑戦したいと思います。まだねホイールの整備ってやったことなかったんですけどね、ちょっとこれを機会にハブを開けてみようと思ってます。はい、以上です。